ラブ&シオン君のケージ3階に、敷いていたマットをどうも剥がしてしまうようですので、もう一度今付け直しをしています。ちょっとテープを多めにして貼り付けないとダメですね。そのためにこんなにいっぱい毛がついています。さあ、うん、あ、それもまあとりあえずこれで一回。でも畳んで小さくすればいいと思うよ。うん、始めちゃったから一回やって、すぐまたこのくらいじゃ剥がしちゃうのかな。あ、布のガム製にしたらどうかな。そうね、普通的じゃ、まあじゃあどうしよう。始めちゃった。こんな感じになりました。シオンくん、そしてラブくん、はい、マオイママを迎えに行くようです。もう迎えに行くの普通になったね。うん、迎えに来てくれるのね。はい、ブラシやる？続きやりますか？うん、はい、どうぞ。いいの？オープンします。ポンズちゃんも出たがってるんだよね、本当はね。ポンズちゃんをどうやったら出してあげられるかな。
それかもう隠れちゃったのをじっと半日でも待ち続けるからね。はいはい。なんだ今の。なんだろうね。ちょっとさ、掃除するまで待ってくれる？ラフ君。はい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 、ちょっと掃除させて。しおんくん、ラブくん、そこのね、あんずちゃんのケージに入るのはいいんだけど、あんずちゃんが出そうになったときは教えてくれる？ああ、フレメンしてる。はい、定位置だね。さあ、遊ぶのも好きだけど、なでなでも好きになってきたじゃん。なでなで時間伸ばそうか。そうするとおとなしいいい子になるかもしれないよ。ぐるぐる。はい。うん。うん。それでも遊ぶのか。監視役ジャン君はずっと見つめています。
あれ？タバどこ行っちゃったの？シャン君、うわ、四角から飛んできたね。シャン君もおいで。シャン君遊ぼう。はい、出て出て出て。はい、で、シャン君おいで。何でもチャレるね、ラオくん。はい、はい、すごい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 、はい、はい、落ちるよ、ラブちゃん、そんなに身乗り出したらね。はい、ご飯前に甘えるシオンくんだったね。はい、はい、食べます。満足したんだね。はい、今度はあんずちゃんね。あんずちゃん、ちょっとほっぺたに触ったね。かなり避けたけどね。でも逃げないね。今ご飯だからね。アンズちゃん、はい、ご飯来たよ。アンズちゃんご飯ですよ。はい、どうぞ。はい、なんかベッドの毛布が、
は触られ放題で、ジュン君大好きだね、ブラッシングもね、なでなでもね。